ちらね、袋栽培で育てているジャガイモになりますけれども、このようにね、2本ね、ジャガイモ、2個ジャガイモ植えましたけれども、元気よく成長してきています。はい、すごいですね。太い茎にもね、なってきていますので、このままですね、今日は今肥料ですね、化成肥料をこれね、あげたんですけれども、プラス、土ですね、を入れていきたいなと思います。これね、成長してきたら後で土を足していこうと思いまして、分けていたんですね、土を。これがね、やっと使えるようになりましたので、こちらに土を入れていきます。そしてやることによって、この土の中にジャガイモがたくさん実っていっていきますので、肥料もね、吸いつつですね、はい、大きくなっていくかなと思います。肥料をね、あげたのは化成肥料になりますね。化成肥料をすくすくとね、はい、栄養を吸ってジャガイモ大きい美味しい実に成長していきますので、はい、こんな感じでね、やっていきます。そしてもう少しね、身長が伸びてきたらまたね、土を足していくっていう感じで、ですね、やっていきたいと思います。とりあえずこの中心の部分に土を寄せて、葉っぱがね、グラグラしないようにですね、はい、していくっていうね、イメージで育てていきたいなと思います。でまだ土はね、少し残っていますので、よいしょ、この土はまた後日使っていきます。はい、楽しみです。あれからまたね、日にちが経ちまして、また、ジャガイモね、大きく成長してきたかなってね、思います。はい、こんな感じで成長していますので、今日はですね、この部分ですね、さらに、土を入れていっぱいにね、していきたいなってね、思います。結構昨日雨ね、降って、はい、すごいね、お水もね、含んでくれたかなってね、思います。立派ですね。はい、いい感じです。ここにね、いっぱいにジャガイモがね、なってくれるのが楽しみです。こちらの土を、はい、入れていきます。ちょうどよく雨にもこちらね、濡れて湿っていますので、はい、ここにですね、ちょっとね、全部入れていきます。そしてジャガイモはですね、成長してきて、あの脇芽ですね、つるがね、出てきて、脇芽がね、出てくるんですね。そしてこの脇芽の延長線上にジャガイモが実るというね、イメージになります。なので、ね、こういうジャガイモ成長してきたら土を寄せてあげるっていうのがね、やっぱり大きく、ジャガイモね、していくためには必要な作業だったりしますので、はい、このね、土寄せ袋栽培でやっていますけれども、はい、やってね、いきたいなと思います。ここはもうね、朝から夕方まで光が入るところで、ジャガイモはやっぱりね、光ですね、太陽の光が、大好きだったりもしますので、はい、しっかりね、光を当てつつですね、肥料もあげながら土を寄せをして、はい、育ててね、いきたいなと思います。はい、結構土いっぱいに、ね、なりました。こんな感じですね。はい、じゃあこれでもうね、結構埋まってきていますので、まだあと少し土残っていますけれども、これはね、これでもうちょっとね、経ったらまた土をプラスしてやっていきたいなと思います。すごいですね、元気よく成長しています。はい、楽しみです。こんな感じですね。はい、うん、いいですね。はい、こんな感じで根元の部分ですね、しっかり土をね、はい、埋めることができました。入れることができました。はい、どうでしょうかね、元気よくね、本当育ってますね、素晴らしいです。はい、こちらね、さつまい、じゃがいもになります。ちょっとね、あの病気っぽくなってしまいまして、こんな感じの色に、ね、なってしまいましたけれども、葉っぱはね、かなり大きくなっています。そうですね、ちょっとね、まだギリギリこの状態ですので、あの枯れるまでですね、ちょっとね、そのまま、収穫適期まで置いておきたいと思います。そうですね、果たしてね、どんな感じで育ってね、いくのかね、もうちょっとね、はい、ね、感染しないように注意をしながら、ね、置いといてね、いきたいなってね、思います。
はい、こちらですね、袋栽培で育てていたジャガイモになりますけれども、もうね、このように枯れてきてしまいました。もうさすがにこのぐらいね、枯れてきたらもう収穫かなとね、思いますので、今日は早速ですね、収穫をしていきたいなってね、思います。しっかりね、葉っぱがね、成長してきていますので、果たしてね、2個ですね、ジャガイモここね、入れましたけれども、どんな感じで、はい、収穫ねできるか見ていきたいなと思います。ではまずね、上の葉っぱですね、ちょっとカットしちゃいますね。はい、よし、はい、カットしてしまいまして、じゃあこれをね、そのまま、引き上げていきたいなって思います。ではいきます。どうでしょうか。お、あれーあれーあれれれはい、見てみてください。じゃがいもこんな感じで収穫できます。ちょっとちっちゃいですね。はい、ちょっとこのまま、取っていきましょう。はい、取りまして、奥の方にね、はい、こんな感じでジャガイモね、実ってます。あ、ちょっとだけ大きいのジャガイモもありました。あ、でも奥の方に結構ありますね。お、いいですね、いいですね。はい、こんな感じでありますよ、ジャガイモ。あ、いいですね。こんなもんでしたね。あ、ありました、もう一個大きな奥の方でね、結構ありますね。はい、ではこちらはちょっと土はね、取っていきますね。こちらのね、土はですね、またね、畑に戻しまして、ちょっとね、他の野菜育てられるようにね、しておきたいと思います。そしてジャガイモがね、ないか慎重にチェックをしながら、はい、やっていきます。ないですね、もうね、こんなもんかな。そうですね、このぐらいでしたね、ジャガイモね。よし、いけるかな。はい、はい、取れました。2個ですね、ジャガイモ植えましたけれども、こんな感じで1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個、9個ですね、9個のジャガイモができました。なので4倍ですね、のジャガイモがですね、収穫できました。とてもね、可愛らしいですね、サイズではありますけれども、はい、袋栽培でもですね、十分育てることがね、できましたので、これはね、ちょっとだけ乾燥させて、それで乾燥させた後に、早速ね、食べていきたいなってね、思います。いいですね。はい、見てみてください。こんな感じでね、はい、袋栽培ですね、じゃがいもできることがね、できますので、皆さんもね、はい、よければね、試してみてください。はい、いかがでしょうか。こんだけのね、じゃがいも、いいですね。可愛らしいサイズのね、じゃがいもなので、なんかこのまま、湯がいてね、いただいて、バターとかでね、いただけるとね、いいのかなってね、思います。はい、はい、いかがだったでしょうかね。こんな感じでですね、じゃがいもね、見事収穫ができました。ちょっとね、小ぶりかなってね、思いますけれども、まあ、育ちましたので、これはこれでね、よしとしようかなってね、思います。あとはでも、ちょっとね、やっぱりもうちょっと大きく育てたかったなってね、思うところがありますけれども、原因としては肥料もね、あげたんですけれども、ちょっと土ですね、これ土ですね、去年、トマトですねを育てた、トマトのね、土ですね、なりまして、太陽消毒とか特に何もしなかったんですね。ただ肥料をですね、ちょっとだけ足して、それでね、育てていたので、それだけだとちょっとね、やっぱり、土の中にね、菌が入っていて、しかもトマトはですね、ナス科の植物になりまして、ジャガイモもナス科の植物になるんですね。なので同じ科の植物がですね、なって、
このね土の中ですね、ちょっと微生物の偏りとかですね、肥料のね偏りができてしまって、ちょっとね、そこまで大きくは育たなかったかなってね思うところがね反省するところではありますので、皆さんもね、もしね何かね育てるときはですね、同じ科のね植物とかですねは避けていただいたりとか、あとは土作りですね、ちょっとね土耐用熱消毒したりとか、いろいろね対策をして、肥料を入れたりとかですねして、ちょっと調整していけばね良かったかなっていうねところになりますので、ちょっとね僕は反省を生かしてまたね今年来年ね育てていきたいなってね思います。じゃあ今日はねこの辺で失礼したいと思います。最後までねご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。